おはようございます。おはようございます。アメン。では、出かけましょうか。おはようございます。11月19日。11月19日土曜日ですね。では、皆さん、今日は一応雨止んでますので、おはようございます。はい、出かけましょう。今日はですね、曇ってますね。ね、今、あようさんが通りました。今日はね、曇っております。おはようございます。おはようございます。ハレルヤ。今日は土曜日ですから、人が多分少ないですね。向こうの方がちょっと青空、青空が少し見えますね。青空が少し見えます。こっちの方はあまり青空が見えない。今日はですね、今日もそんなに寒くないですね。あ、ごめんなさい。間違えました。今日は土曜日じゃなかった。今日木曜日です。すいません、土曜日と間違えました。今日は土曜日じゃなかったですね。今日は木曜日でしたね。ということは、人がいるということで、はい、すみません、土曜日と勘違いしました。はい、ボアゲンさん、おはようございます。今日は木曜日でしたね。木曜日でした。はい、ここは花屋さんで、綺麗な花が並んでいる。この花屋さんはね、こう、囲いがないんですね。まだ開いてないんですけど、こう、オープンな花屋さんですね。それではですね、私も間違ってニコニコ生放送を言ってくれました。ごめんなさいね。私のそういう放送が変則的で申し訳ありません。ツイキャスがあったり、チャンネルがあったり、申し訳ありません。これはハイビスカスで、今日日そうです。そしてシコバサボテですね。今日の気温は、そうですね、そんなに冷えてない、そんなに寒くないですね。スヌーピーさん、スカイプがダメになりました。ああ、そうですか。はい、はい、今日のメッセージいきます。今日のメッセージ、野原行こうか。野原、
野原ですね。野原どうしましょうか。なぜコメント無視するの。いや、ごめんなさい、コメントは全部、読まないんですね。進行コメントの中でもまた選びます。ごめんなさい。木曜日から1週間前から風邪をひいて喘息みたいになり息が苦しい。ああ、そうですね。キーちゃん体力落ちた。盗まれる可能性もあるけど人を信じる。さっきの花屋さん気に入った。どうしましょうか。駅前がいいですか、野原がいいですか。駅前がいいですか、野原がいいですか。皆さんどっちがいいですか。野原がいいですか、駅前がいいですか。野原駅前野原駅前野原野原駅前。いやー、割れましたね。どっちがいいのかな。割れましたね。野原駅前割れちゃったね。割れちゃいました。アンケート、じゃあアンケートいきます。はいが野原、家が駅前ですね。はいが野原、家が駅前。はいが野原、家が駅前。アンケートを取るようなものじゃないかもしれませんが、一応じゃあアンケート。はい、はいが 56% ってことは野原ですね。はい、野原。音声が割れてる。あー、そうですか。音声が割れてる。あー、はい、すいません。いや、そう。いや、そう。そちらの天気はですね、まあ、なんて、曇りですね。曇りですね。それでは、急坂を降ります。いつも何時に起きるんですか。だいたい6時前ですね。5時45分ぐらい。走れ。いや、ここ走れない。走れないですよ。多分走ったらですね、走ったらその何て言うんでしょう、心臓がですね、心臓発作起こすと思います。はい、
今年の年末はキューちゃんも駅前で大衆に語りかけましょう。意外と街で伝統したことはあるんですけどね、なかなか無理ですよ。難しい。みんな聞いてくれないんですね。大阪は久しぶりに雨が止んでいる朝です。東京も雨が止んでいます。今年のクリスマスはイベントするんですか？クリスマス礼拝をしますよ。クリスマス礼拝をします。12月20日ですね。12月20日、クリスマス礼拝をします。はい、昨日の TSO を消した理由はですね、プライバシーがね、プライバシーがあるもんですから、プライバシーのあるときには放送を消します。はい。おいくつですか？64歳ですね。毎日楽しいですか？楽しいですね。楽しいです。伝道できるってことはね、やっぱり素晴らしいことだと思うんですね。なかなかこういうふうに伝道するってことは難しいんですよ。教会に人が来るってことは少ないんですね。リアルの教会に人が来るってことはあまりないんですよ。そういうことの中でね、こうやって、ある意味では簡単に放送ができるのは、非常に、嬉しいっていうか、はい。モアゲンさん、まだ声は、割れてるでしょうか？声割れてるでしょうか？どうでしょうか？もうちょっと休みましょう。なんか太陽がね、出てはいないんですけど、ちょっとなんかあの辺が、少し明るい、ね。あの辺が、朝日が当たってて、雲が明るくなっていますね。音声割れてます。じゃあちょっと待ってくださいね。音声割れたら、これ治るかもしれません。ちょっと待ってください。すいません、ちょっと音がうるさかったと思うんです。ごめんなさい。これでどうでしょう。これでだいぶ音が良くなったんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。すいません、うるさくてすいませんでした。ノーラさん、おはようございます。ボアゲンさん、これでいかがでしょうか。すいませんでした。ちょっとですね、音をボリュームを下げました。すごい音がした。音声が普通に戻りました。よかったよかった。朝日が出そうですよ。朝日がちょっとだけ、なんかちょっと朝日が。ちょっと朝日が出てる感じでいいですね。はい。アーメンってどういう意味ですか？アーメンは、はいという意味ですね。アイルクさん、おはようございます。はい。それでは、そろそろ行きましょうか。ね。今日のですね、メッセージは、こういうメッセージですね。
私たちは今こう生きていますが、今生きてますが、その、その、なんて言うんでしょうかね。まあ、例えば病気になってですね、病気になって治ると、ああ、健康っていいなとかですね、ああ、この現実の世界は、ね、素晴らしいと思うことがあると思うんです。ちょっと、朝日が出そうで、まだ出てませんが、だいぶ明るいですね。だいぶ明るい。その、私たちのその現実の世界はですね、なんて言ったらいいんでしょうかね。本当は素晴らしいことなんですね。毎日このように生きているということは、本当は素晴らしいことなんです。素晴らしいことなんですが、ただその素晴らしいことがですね、まあ、色あせるというか、この、素晴らしいはずなんだけども、素晴らしいはずなんだけど、こう、なんて言ったらいいでしょうかね。まあ、形だけになっているということでしょうかね。中身がないというか、多くの人は生きてはいるんだけど、生きてはいるんだけど、その、形だけ生きてるみたいな、形だけ生きてるみたいな、そういう現実なんです。ですから多くの人は、まあ、なんて言うんでしょうかね。この現実の世界がですね、こう、生き生きとしていないっていうか、死んでるというか、まあ、何のために生きてるかというのが失われていて、ただ形だけがあるみたいなね。形だけがあるけど、その意味が見えないというか、要するにですね、多くの人の現実は、その、なんて言ったらいいでしょうかね。こう、せっかくの、ね、せっかくの素晴らしいものが、せっかくの素晴らしいものがですね、こう、失われているというか、景色ちょっとお見せしましょうね。あっちの方が町田の繁華街があっちの方ですね。あっちの方が町田の繁華街です。つまりですね、多くの人はね、どっちみち死んじゃうんじゃないか。人生ってどっちみちね、年取って死んで終わりじゃないか。何のために生きてるんだ。ね。その、今一時的に生きてるけど、一体それが何なんだと。そういうふうにですね、その生きることの、なんて言うんでしょうかね。生きてはいるんだけど、失われてると言ったらいいでしょう。肉体的には生きていても、喜びが来ないというか、まあ、多くの人はですね、感謝しなきゃいけない。感謝しなきゃいけない、ありがたいというような人たちもいるにはいるけど、その理由が曖昧で、なぜね、ありがたいのか、なぜ感謝しなきゃいけないのか。ただ、この今生きている私たちのこの現実の中だけで、感謝する理由が、ね、意味のわからない状態で生きている感じといいますか、イエス様を信じると生きる意味がわかります。アーメン。愛のない一人舞台はもう
耐えきれません。あ、これいいですね。皆さん、結局愛のない一人舞台。ね。愛のない一人舞台に、が虚しいという。そういうことなんです。そういうことなんですね。多くの人は愛のない一人舞台だと。この人生は、愛のない一人舞台。あ、いいですね。なんとなく、いいですね。愛のない一人舞台に耐えられない。愛のない一人舞台に耐えられない。その、まあ結論から言っちゃうと、イエス様のいない世界は耐えられないということですね。イエス様のいない世界。イエス様のいない人生は耐えられない、ね。一番大事なものが失われている。形だけでは満足できない。ね、形だけでは。ただ肉体が生きているだけでは満足しない。本当に大事なもの。本当に私たちの大事なもの。その方がいなければ、ね、その方がいなければ、人生の意味がない。むしろ苦しい。耐えられない。多くの人は、そのことに、まあ、気づいてないというか、甘んじてるというか、じゃあどうすればいいんだとね、一体何なんだというふうに、まあ、叫びたいけど、叫んだところでどうにもならないと。一人相撲で曖昧に生きているような、そうですね。一人相撲で曖昧に生きている。そう。もう耐えきれない孤独のセレナーデ。もう耐えきれない孤独のセレナーデ。おはようございます。おはようございます。我慢して我慢してしょうがないから。もう脱線できるしかない。もう、わけがわからないよと思ってました。わけがわからないよ。人生わけはわからないよ。どうしたらいいんだ、ね、どうすればいいんだ、わけがわからないよ。その、人に聞いたからといって答えが返ってこない。親に聞いても答えが返ってこない。先生に聞いても答えが返ってこない。その、答えがわからない。ね。もう、目の前にある、その、一時的な快楽というか、一時的な欲を満たすしかないんだみたいな。それしかないんだ。好きなことをちょっとやるぐらいしか。ちょっと、ゲームをやるぐらい。もう、人生、ゲームをやるぐらいしか、もう楽しみがないみたいな。はい。そこで、ね。あ、おはようございます。かわいいですね。ちょっと映しちゃおう。おはようございます。おはようございます。どうも。ですね。まあ、その、そこで今日の、ね、メッセージなんです。これからメッセージなんですね。あ、トイプールね。トイプール、かわいいですね。トイプール。そこで今日のメッセージですね。今日のメッセージ。そこでですね、その、私たちには、そういう一番大事なものが必要なんですね。人生を、ね、意味づける。その一番大事なもの、ね、人生を人生とする。人生を、まあ、本当の人生にすると言ったらいいでしょうか。人生を、大きいですよね。
人生を、本当の人生です。人生に、その、意味づけるというか、人生を意味づける。そういう、ね、私たちは恵みという、それを恵みというんですが、その、イエス様がくださる命というか、ね、人生の生きる力というか、愛というか、まあ、神様ご自身と言ったらいいでしょうか。それをですね、イエス・キリスト、ね、昨日の夜じゃないけど、イエス様、イエス様と叫んで、イエス様から、ね、イエス様が、来てくださる。皆さんの心の中に来てくださる。皆さんの心の中にその恵みが入る。命が入る。その愛が入ると言ったらいいでしょうか。その恵みが、イエス・キリストを信じると、その恵みを受け取ることができる。その恵みは、ね、ものすごく素晴らしい恵み。その恵みを受け取って、受け取ると、人生が、ね、色褪せた人生が色づいてくる。死んでいた人生が、蘇ってくる。虚しい人生が、虚しい人生が、この、生き返ってくる。そういう体験をするんですね。そういう体験をします。そして、もう死んでおしまいという絶望から、ね、死んでおしまいという絶望から、永遠に生きるんだという希望。永遠に生きるという希望が与えられます。その恵みは大きいのです、皆さん。私たちは、この、物質的にも恵みを受けてますか。それよりも、まず一番大事な恵み。一番大事な恵みを受ける必要があるんです。野原に来ましたけど、昨日ですね、草をカットして綺麗に、草が刈られています。ね。草が刈られています。青空になってきました。ね。気持ちいいですね、ここはね、やっぱりね。ここは、青空になってきて非常に気持ちがいいです。爽やかで、あと柿がなってますね、柿がね。あれは渋柿だそうですね。渋柿。青空で気持ちがいいです。天国はこんなに気持ちがいいところですね。天国はこれだけ気持ちがいいところです。イエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストを信じることによって、永遠の命という、永遠の命という恵みを受けます。永遠の命という恵みを受けます。そして、その恵みを受け取った人は、その恵みを受け取った人は、もう人生が違うのです。人生が違う。その、何と言ったらいいでしょうかね。その、死んでおしまいの人生ではなくて、ね、死んでおしまいの人生ではなくて、この、永遠に生きる人生、ね、永遠に生きる人生、永遠の人生。それを受け取るんです。すべてのことが意味づけられるんですね。今までは、ね、虚しい意味のない人生でした。意味のない人生。
何のために生きるかが分かんなかったんです。何をやっても虚しい。何をやっても虚しい。ゲームをやっても虚しい。アニメを見ても虚しい。ネットをやっても虚しい。ね。ニコ生やっても虚しい。今では何やっても虚しかったのに。今、その、イエス様から、ね、永遠の命という恵み。永遠の命という恵みを受けると、ね、すべてが楽しくなります。すべてに意味が出てくるんです。今日生きることに意味があるんです。意味があるんです。もう私たちがね、何をしても、虚しかったものが何をしても意味があるんです。何をしても意味があるんです。その恵みは大きいのです。その恵みが大きい。ね、その恵みが大きい。それは十字架によって受けることができた恵み。十字架によって与えられた恵みですね。十字架によって与えられた恵み。恵みさん。クリスチャンの子供には恵みさんっていう人が多いですよね。恵みさん。イエス様から永遠の命をいただくために、私たちは信仰の御言葉を学び、神の愛で喜びを分かち合って生きています。皆さん、この100年足らずの人生も、素晴らしい、ね、この、素晴らしい恵みだと思うんです。永遠の恵みはもっと素晴らしい恵みです。永遠の恵みはもっと素晴らしい恵みです。聖書にこういう言葉がありますね。私たちのね、その患難苦難は、私たちの苦しみは、後に来る、恵みに比べれば、ね、恵みに比べれば、取るに足りない。今私たちが苦しんでいる苦しみは、後に与えられる、ね、恵みに比べれば、取るに足りない。皆さん、私たちが天国に行って受ける恵み、天国に行って受ける恵みはですね、すごく大きいんだということですね。すごく大きいのです。ものすごい恵みを受けます。神の国を受け継ぐ。神の国を受け継ぐという恵みです。その、神の国を受け継ぐという恵み。その大きさ、ね、素晴らしい恵みと比べたら、今皆さんが苦しんでいる問題、皆さんが悩んでいる問題は、取るに足りない。取るに足りない。大したことないんだよ。大したことないんだよ。取るに足りないんだよということですね。取るに足りない。AV を見る時間を祈る時間に変えようと思いました。アメン。素晴らしい。素晴らしいです。素晴らしいです。アメン。アメン。素晴らしい。AV はダメだと思います。そうですよ。そうです。そうです。ルークさん、素晴らしい。素晴らしい。悟りです。素晴らしい悟りです。ルクさんはね、素晴らしい悟りをしました。素晴らしい悟りをしました。アメン。アメン。アメン。皆さん、この
私たちのこの見える自然、現実はですね、ある意味では予告なんですね。予告編。天国の素晴らしい恵み。神の、僕も AV 見るのやめます。アメン。この美しい自然は、永遠の神の国の予告編です。皆さん、この予告編を見てですね、これは予告編なんです。この美しい自然は予告編です。本物が天国にあるんですね。本編と言ったらいいですか。本物が天国にあります。ですから皆さん、予告編を見てですね、この綺麗な自然の予告編を見て、天国を待ち望んでほしいのです、ね。予告編が全てじゃないんですね。予告編は、皆さんが、ね、天国をの素晴らしさを、天国の素晴らしさを、まあ、なんて言ったらいいでしょうかね。知ってほしいための、知ってほしいための、まあ、サンプルなんですね。サンプル。自然はサンプルなんです。天国のサンプル。地球でさえ、地球でさえこんなに美しいなら、地球でさえこんなに美しいなら、天国はもっともっともっと、もっともっともっと、美しいのです。もっともっともっと素晴らしいです。天国はもっともっと素晴らしいなんですね。天国はもっともっと素晴らしいです。ぜひ皆さん、その本当の恵み、本当の恵みを皆さん知ってください。その恵みを誰でも自分の罪を悔い改めて、自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じるだけで、イエス・キリストを信じるだけで、その本当の恵みを受けることができます。同性愛は神を侮辱していると分かった。誰でも、その、ものすごく大きな、ものすごく大きな恵みを受け取ることができます。多くの人は、それをまだ知らないのです。多くの人は、その本当の恵み、本当の恵み、永遠の恵みをまだ知らないのです。まだ知らないのです。ぜひ皆さんが、ぜひ皆さんがその本当の恵みを受け取ってほしい。本当の恵みを知ってほしい。受け取ってほしい。体験してほしい。喜んでほしいのです。喜んでほしいんです。皆さんが、その、喜んでほしい。ちょっと座っていいでしょうか。少し座ります。座るところはなかなかなくてですね。石段で座るんですけども。ちょっと待ってくださいね。ちょっと敷物を敷きますか。コーヒーを飲みながらね。一方的に喋りすぎ？はい。これからですね、証タイムで皆さんの証をね、マリファナをやりたいと思っていたけどやめました。アメン。じゃあ皆さんのコメント読みます。ね。それでは皆さん、
証タイムです。イエス様を信じて、本当の恵みを知った証。イエス様を信じて、ね、恵みの大きさがものすごく大きいということが分かった証。スタート。スタート。恵みの大きさが分かった証。本当の恵みは欲ではないことが分かりました。本当の恵みは欲ではないことが分かりました。すべてが動き始めました。神の愛ですべてが動き始めました。神の愛ですべてが動き始めました。ヤーウェというのは旧約聖書の神の名前ですね。証を書いてくださいね。証を書いてください。勤労感謝の日は日の丸掲げてもいいですか？私は掲げませんね。私は掲げません。イエス様を見てみたいです。アメン。イエス様を見てみたいです。たまたまキューちゃんの放送を見てイエス様とつながった。アメン。よかったですね。よかったです。犬の鼻はなんで冷たいの？匂いを嗅ぐためですね。匂いを嗅ぐため湿っているわけです。イエス様の恵みはこの世の中に蔓延はびこるものより、天に宝を積むことが恵みだと思いました。犬の耳が臭い。知らない。洗ってないからじゃないですか。IS の人も天国行けますか？悔い改めてイエス様を信じれば、ね、IS の人も天国行けますよ。IS やめなきゃダメだね。IS をやめなきゃダメです。どんなに物欲が満たされても、心は満たされない。イエス様の行進はどのようにしているのですか？お祈りですね。お祈りと聖書ですね。お祈りと聖書。イエス様とどこにいるの？イエス様は天国におられるし、またイエス・キリストを信じる人の心の中にいるんですね。その、私たちの、ね、心の中に来てくださるイエス様こそ、誠の恵みと言ってもいいですね。誠の恵み。
欲を捨てるっていうのは食欲がなくなるとか睡眠欲がなくなるっていうことではありません。欲を捨てるというのは欲に、まあ、束縛されない、欲に従わないっていうことですね。むしろ、ね、むしろ信仰で歩んだ方が、食欲がバランスが良くなったり睡眠も取れるようになるんですね。むしろ貪欲の方がアンバランスになるんですね。貪欲は欲望のアンバランスになります。むさぼってしまうんですね。むさぼってしまう。私はお金が大好きです。地獄に落ちますか、イエス様を信じれば大丈夫です、ね、イエス様を信じてお金を求めるのではなく本当の恵みを求めましょう。本当の恵みです。5年目になって少し信仰米を打つようになった。よかったですね。どんどん打ってください。皆さんの信仰米は天に宝として積まれますので、皆さんど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 ん信仰米を打ってください。一度 LTA に見学に行きたい。アメン。風俗に行くのは罪ですか？大罪みですよ。大罪み、風俗に行くのは大罪みですから、まあ、滞在と言ったらちょっと言いにくいので大罪みです。タバコがやめられなくて困っています。信仰に励んでください。信仰に励めばタバコもやめれますね。信仰に励めば、風俗で働いている人は悪魔ですか？風俗で働いている人たちは悪魔に用いられている。悪魔に用いられていますね。風俗で働くのは罪ですか？大罪みです。大罪み。デリヘルも大罪みです。大罪みです。地獄に行ってしまいますね。それを悔い改めてやめて、やめましょう。そうしないと天国に行けません、ね。罪を悔い改めましょう。罪を悔い改めましょう。一切悪いことをやめるんです、ね。一切悪いことをやめるんです。エイジさん、おはようございます。一切悪いことをやめましょう。女性としておしゃれしたい罪、聖書では心を、ね、おしゃれしなさい、ね、心のおしゃれをしなさいということですね。外面をおしゃれしちゃいけないということではないですが、外面より心のおしゃれの方が大事だということですね。皆さん心をおしゃれにしましょう、ね、それは神様が見ているからですね。外面をおしゃれしてもね、それは本当のおしゃれではありません。本当のおしゃれは心のおしゃれですね。心のおしゃれですね。聖書にはですね、つつましさ、ね、柔和さ、清さ、それが、その心のおしゃれです。心のおしゃれです。コメント全部読まないのは罪になりませんよ。むしろ悪コメを読むのは罪になっちゃうんですね。悪コメを読まないようにしています。心をおしゃれにしたいのですが、内臓脂肪が邪魔してます。内臓脂肪、メタボのことですかね。
偶像の罪から解放されますよ。そうですね。偶像の罪。聖書通りに人生を歩んできましたか？それを目指すのですね。信仰というのは、イエス様の教えを目指す。食欲を満たしたら罪になりますか？感謝して食べるんですね。食事を感謝して食べましょう。ね。その、本当に求めるのは欲じゃなくて、さっき言った神様から来るもの、ね。神の恵みを求めるのです。神様の恵みを求める。永遠の命を求めるのです。神のくださる良いもの。神のくださる本当に価値がある恵み。本当に価値がある恵みを求めましょう。皆さん、私たちは、ね、その、神がくださる恵みがどれほど素晴らしいものなのか。神がくださる、ね、恵みがものすごく大きい。ものすごく大きい。そのことを理解する必要があります。ね、それが理解が十分じゃないと。欲に騙されて、欲を求めるようになってしまいます。むしろ欲というのはね、欲というのは、その、神に逆らうというか、対立してしまう。信仰と欲というのは対立してしまうんですね。シスターのその質問に関してはね、その独身の方がベターと聖書に書いてありますね。独身の方がベターだけど、まあ、結婚は禁じてはいません。聖書は結婚は禁じてませんが、独身がややベターと書いてありますね。人間の三大欲は捨てた方がいいんですか？その欲を捨てるというのは、ね、食欲を持っちゃいけないっていうことじゃないんです。欲を捨てるというのは、欲で生きる生き方、ね。欲に従う生き方を捨てなさい、ね。欲望で生きてはいけないということですね。信仰で生きることによって、信仰に生きることによって、食欲や睡眠欲が、正しくされるということですね。欲に従うなら動物的だという。欲に従うなら動物的です、ね。動物的に生きてはいけない。動物的に生きてはいけないということです。ぜひ皆さん、神の恵みを、求めて歩みましょう、ね。神の恵みを求めて歩むのです。はい。要は規則正しい生活をしましょう。単なる規則正しいのではありません。イエス様の教えに基づく、イエス様の教えに基づく霊的な生活ですね。肉的な生活ではなく、霊的な生活が大事だということですね。はい、動物は本能のままに生きても OK、 罪にはならないの。動物にはね、一応罪ないんですね。動物には罪がなくて、人間だけに罪があるんですね。キューちゃんは成人ですか？カトリックでいう成人ではなくて、プロテスタントでいうとですね、イエス・キリストを信じる者はみんな成人になるんですね。イエス・キリストを信じる者は
みんな義人となり、聖人となりますので、そのクリスチャンになるということが、聖人になるということですね。はい、それじゃあ、ファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ。ぜひ、皆さん、その本当の恵み、永遠の恵み、皆さんが受け取ってほしいと思います。そして私たちが受け取る恵み、永遠の命はとても素晴らしいものです。この恵みによって、生きましょう。神の恵みによって生きるのです。神様の恵みが皆さんを幸せにし、神の恵みが皆さんに希望を与え、神の恵みが他の人を祝福します。他の人を祝福します。ぜひ皆さん、イエス・キリストを信じる信仰によって、永遠の命という恵み、永遠の命という恵みを喜びましょう。この恵みによって生きるのです。ね、恵みによって生きるのです。欲を捨てて、恵みで生きてください。恵みで生きてください。それではですね、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、ね、命のポーズ、命のポーズって何か、永遠の命が欲しい人、神の恵みが欲しい人、アメンと言ってください。罪を悔い改めて、欲を捨てたい、心のおしゃれをしたい、本当の恵みを欲しい。本当の恵みが欲しい人、アメン。アメン。本当の恵みが欲しい人、アメン。アメン。アメン。天のお父様、感謝します。今日の放送、感謝します。たくさんの方があなたについて聞きました。たくさんの方がアーメンと言っています。彼らが、あなたの恵みを受け取ります。十字架の恵みを受け取りますよ。十字架の恵みを受け取りますように。永遠の命を受け取りますよ。イエス・キリストを信じる信仰によって。イエス・キリストを信じる信仰によって永遠の命を受け取りますように。祝福してください。アーメンと言った人たちを祝福してください。そして、あなたの恵みを喜び、あなたの恵みを楽しむことができますように。本当の人生。本当の人生。本当の人生。イエス様、どうぞ、恵みが増し加わりますように。リスナーの上に、あなたの恵みが増し加わりますように。恵みから恵み。恵みから恵み、恵みが増し加わりますように、主よ、今日一日も祝福してください。今日一日もあなたの恵みで満たしてください。あなたの恵みで満たしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。アーメン。はい、皆さんありがとうございました。今日皆さん、素晴らしい恵みが、来るんではないでしょうか。そして、ぜひ皆さん、肉を求めないでください。神様の、恵みを求めてください。イエス様と共に歩んでください。皆さんの心の中にイエス様が来てくれます。そして、イエス様と共に歩むことができます。良いイエスキリストに会って、良い行いを励んでください。善を行いましょう。また、喜びましょう。恵みを喜ぶのです。問題で苦しんではいけません。問題を苦しんではいけません。恵みを喜びましょう。はい、それでは、皆さんまた、夜8時、シャローム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 。